そのまままっすぐ歩いてね。曲がるよ。はい、目隠し外して大丈夫よ。本物のレイちゃんだ。レイちゃん、ここは私の知り合いの家。今日はここでゲームを開催します。はい。それではルールを説明するね。はい。質問はなしだよ。はい。まずこれに着替えて。理由はポケットがないことと条件を同じにするため。はい。それじゃあ私そっちにいるから着替えてね。はい。着替え終わりました。よし、えらい。早かったね。ありがとうございます。これマジですか？夢ですか？現実なり、激アツなり。静かに。申し訳なく。ルールの説明を続けるね。私が今回のギフトを隣の部屋に隠します。みんなには一人ずつ隣の部屋に入ってもらって、私の隠したギフトを探してもらいます。制限時間は2分。バカだ。2分、2分だと。2分なんて一瞬じゃないか。自信ないの？あるよ。僕はね、自信ないやつはここを早急に立ち去るんだ。早やんばでね。見苦しい。カオル、いいですね。やりましょう。でも、もし誰も見つけられなかったら。大丈夫。もし誰も見つけられなかったら、見つけるまで繰り返すから。まさかの絶対獲得システム発動。私自身それを聞いて完全に暴走寸前。それやれ様、これをお納めください。これ私も。ちょっとお待ちやれ。そんな焦んなくてもいいよ。いや、こういうのはしっかりしといた方がいいと僕は思うんだ。その通り。お金は大事だから。ごめんね。気にすることはみじんもないというのはまさに言うまでもないですよ。ありがとう。レイ様、ちゃんと50万入ってるかお調べになられた方が。大丈夫、私みんなを信用する。レイ様。それじゃあ今回隠すギフトの登場です。私の生ブラジャーです。これを隣の部屋に隠すから絶対見つけてね。声がちっちゃ。さあ行くよ。もっともっと。ギフトをゲットしたいんです。